先日ニューヨークで日本の祭りよさこいが開催されました。27日マンハッタンでドリームよさこい祭り in ニューヨークが行われました。ドリームよさこいは2002年から毎年お台場などで開催され、今や東京でも最大規模のお祭りに成長しています。よさこい踊りを進化させ世界の夢をつなぐ祭りへとのコンセプトのもと、国籍、年齢、性別を問わず誰でも参加できるこのお祭り、姉妹都市ニューヨークで行われるのは今年で2回目です。今年参加したのはドリームよさこいオフィシャルチーム、ニューヨークのよさこいチームなど4チーム。音楽も各チームがそれぞれにアレンジ、振り付け、髪型、衣装など自由に表現していました。観客のニューヨーカーも飛び入り、鳴子を手に覚えたてのよさこいを楽しんでいました。It's just so beautiful and powerful, and you just can't stop watching. It's wonderful. It was good. It was like really good. I like how the guys dancing. It's good. ドリームよさこいを世界の共通語にしたいなと大きな夢があるんです。シンガポール、パリ、ロンドンというふうに、まあ時間はかかるかもしれませんけども、徐々にやってまいります。今お話ししていた千谷さんの夢は2020年の東京オリンピックの開会式でよさこいを踊ることだそうです。